うらら劇場始まるよ。始まるよ。今日のお話はみんな知ってる桃太郎。昔々桃から生まれただけで安易に桃太郎と名付けられたかわいそうな男の子がおったそうな。ある日桃太郎は鬼退治に出かけた。そこへ猿がやってきて、なあ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 、ちょっとちょっとそこの人、僕さ、お母さんと喧嘩してもてここ何日もお腹が空いて死にそうなんやんか。なんか食べるもん持てへん。あ、サルくん、それなら僕きびだんご持っとるで。ただし鬼退治についてきてくれるんだろうな。きびだんご、しょぼ、唐揚げとかないのつうかきびだんごって何。だってお母さんが朝から唐揚げなんかできへんよ。っていうかさ、そういうことやなくてさ、今桃太郎の話しとるんやんか。僕桃太郎で、あんた猿、どう考えてもここはきびだんごやろ。いやいや、もう欲しいんや、欲しくないんやったらあげへんあげへん。あら、ちょ待て待て待て、桃太郎ね、知っとる知っとる、わかったわかった、わかりました。ちょうど今きびだんご食べたいなと思ってたとこなんさ。偶然やな。だから最初から素直にそう言えっちゅうの。今からな、鬼の性罰についてくるなら開けましょう。ほら、一個だけやよ。一個かよ、ケチ。なんか言うたか。何も。そこへ犬とキジがやってきて、あー、動物に餌あげたらあかんのに。っていうかさ、今さ、もう昔話の桃太郎の話しとるんやんか。普通に進めようや。あのさ、僕の姿見て、どう見ても桃太郎やんな。わかるやんな、桃太郎。はあ、ここはきびだんごください、お食べさせ、お供させてくださいっていう設定やろ。はい、きびだんごください、お供させてください。わかったらいいさ、わかったら。だっといつもこいつも親から聞いてへんのかいな。よし、きびだんご受け取ったよな、食べたよな。じゃあみんなで鬼退治に行くぜ。あー、そこへ何やら酔っ払ったふうなサラリーマンが通りかかりました。あんたら、その格好はもしかして桃太郎とその仲間たちじゃん。そうやよ、今からな、鬼ヶ島に行くんさ。鬼ヶ島に行くとこなんさ。この先まに、先に鬼ヶ島あるよな。あるけど、鬼ヶ島に行くん？あんたらだけで。なあ、あんたらさ、鬼ヶ島がどんなとこか知ってて言うとんの？もちろん知っとるさ。隣のゴンベイさんも翼の塾長さんも言っとったで。鬼ヶ島には悪い鬼がおるから懲らしめてほしいて。だから僕たち力を合わせて。ああ、そんなやめといた方がへんちゃ。実はおいちゃんも今な、その鬼ヶ島から出て逃げてきたとこなんさ。鬼ヶ島って怖いとこやで。なあ、それにあんたらどう見ても子供と動物だけやよな。なあ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 、おいちゃん、僕さ、桃太郎なんさ。そもそもさ、おいちゃんが出てくる話やないんやけどさ、今、桃太郎の話しとんの。ほんで、こっちが猿、こっちが犬で、まあ、見えへんけどキジ。あ、キジってここ、こいつキジ。よし、日本一のきびだんごも食べたし最強やん。僕たちに任せて、頑張る。あー、悪いことは言わへんからやめとけって金太郎くん。だから聞いたらね、桃太郎や。それからさらに進んでいく桃太郎。
ろう一個。そこへ今度は何やらブツ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 言ってるサラリーガマンがまた一人。あそこ何やねん、あそこ何やねん、もう鬼ヶ島なんて二度と行くもんか。なあ今さ鬼ヶ島なんてって言うとったよな。なんかやばそうやない、やっぱりやめとこうさ。何弱気なこと言うとんの、村のみんなのために鬼退治に来たんちゃう、引き返すなんてあかんやん。ほれ力って見てきたみたいやし、あと少し頑張るね。なんだか怖い怖い鬼ヶ島が近づいてきたみたいです。ほんまはちょっと怖かったけど、鬼ヶ島って書いてあるし、ついてきた、ついてみたいやで。よし鬼退治できるで。おい鬼ども、日本一の桃太郎とその一味がお前たちを手まずに来たで。とっとと交換せんかい。桃太郎さんまだ戦ってませんけど。ガキと動物やねえか。ここはなお前らが来るような店やないで。とっとと帰れ。見て、まあまあええか。僕は日本一の桃太郎や。悪い鬼め退治してるわ。ああ何ふざけたこと言うとんのやおめえは。桃太郎さんなんかおかしいよ。仲やろう、なあなあ絶対変にやって。僕は日本一の桃太郎、悪い鬼め待機してるわ。ねえそこに出てきて、はい、ここで出てきたのは中学生男の子たちばっかりでございます。綺麗ですよ。はい、もっとポチポチ。何やっとんのさ、あれお客さん。僕は日本一の桃太郎よ。悪い鬼め僕たちが退治したのは。何回もなわけでわからんセリフ言うとんなさ、帰れっつうの。あらまあ、なんや新種のコスチュームやね、かわいいやんか。でも私らの方がずっとかわいいけど。ここ笑うとこね。まあ、ええわ。ママに聞いてみて。あげる。姉さん、ええんすか？ガキと動物やで。うせな、ええよ。不景気なんやで、客なんか選ってられるっちゅうか。あ、せーの。ママ、ママ、お客さん呼んでよ、ママ。新規店。ここ湧くとこですよ。皆さん湧くとこ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 。スナック鬼ヶ島？つうか、これどう見てもおかまばあちゃん。ま、えっか、僕たち最初からやる気なかったし、桃太郎だけやる気やったし、遊んじゃおっか。僕の知っとる桃太郎は、僕の知っとる桃太郎は、
皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。クスから来ましたクスうららと申します。今日は皆さんのために、たるい町のために、血と汗と涙がにじむ練習を1年前から繰り広げてまいりました。まずはイメージトレーニングから始まり、この実際の練習は、まあ、2回やりましたけれども、本日渾身の演技をさせていただきました。たるいの皆様、本当にありがとうございます。桃太郎とその一味でございます。ありがとうございました。大きな拍手どうぞよろしくお願いします。うらら劇団、どこからでもお呼びがかかれば行きたいと思います。しょうもない、本当は親子のよさこいチームでございます。みんな次の曲スタンバイする時やで、今その格好のままな。今からぶっちゃ次はかっこいい曲でございます。今回、この自己員をされているトンマイさん、おいでよトンマイさん、はい一緒に並ぼう、はい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 、一生懸命妻で来て一緒に練習をしました。さあどこまで、どんだけ汚くまでなってでも踊れるかどうか。そんなこと後ろの方へ行かんでいいで、トンマイさん前へ前へ行こうや、こっちのこっち、ほら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 。で、注目ポイント、今日はすごいちっちゃいちびっこ大バタあげます。皆さん拍手よろしくお願いします。そしてミニスカートを履いたメンズかレディースかわからんのが必死になってかっこよく踊ります。でも全員今日のオカマバーのレディースはメンズです。中学生のメンズ全員つけまつげをして一生懸命演技をしました。というふうな、やってる間の時間に踊りの準備はできましたかね。水の溜まっとるところ避けていいよ。もうこうなったらここまで、ありがとうございます。通路まで行っていいよ、通路の方まで行っていいよと、おや優しい言葉をいただいております。みんないいかい。さあ、こんなにたくさんの見ている人たちがいる中、おもろいことをやると人が集まってくるんだなという感想を持ちながら、かっこよくかっこよく踊りたいと思います。トンマイいいかい、うらら大丈夫かい。ではいきます、うらら。Oh, my God.
心配、諦め、やるしかない。さあ、行こうぜ。でも共に。